おお、唐沢じゃん。何してんのお前こんなとこで。京介を見かけたら俺に連絡してくれ。はあ、一度に連絡。おい、ちょっと待て、何やってんだお前。まさか、警察に作る気かよ。やめ、違う、一流にお前見つけたら連絡って言われてて、なんちゅう怪力。何、お前も一流の息かかってんのか。え、右腕になってくれとか言われたんだろう。俺もそうだった。でも結局あいつの政治家ごっこに付き合わされただけだった。一流は何を金づるか駒としか思ってねえクズだ。だから殺してやろうと思ったのに。しくじった、あいつは自分の未来しか見てねえぞ。あいつとなら何か起こせると信じた俺がバカだった。昔はもっと強い人間だったの。変わっちまったんだあいつは。あいつも同じことを言ってたぞ。それ京介は変わったって。ふざけやがって。やっぱ殺しとけよかった。京介、お前逃げた方がいい。一流は今回のことでお前に復讐するつもりだ。俺はお前を見なかったことにするから、早くこの町から離れろ。唐沢、お前。おいおい、何の騒ぎだ。おい、シャッターベコベコじゃねえか。じゃない。お前ら竹取組のビルって分かってやってんのか。誰に許可得てここで喧嘩してんだ。大人のルール教えてやろうか。ヤクザ、やば。行こう京介。とりあえずここは京介。ああ、喧嘩するのに許可いんのかよこの町は。くだらねえルールはやっぱくだらねえやつが作ってんのな。うちの聞き方知らねえクソガキだ。あれか、ゆとり世代ってやつ。新教育詰め込んでやろうか。違います、帰ります。バカ京介、バカ。アン、ドゥ、トロワ、10人か。ヤクザ10人相手とか、この先そんなチャンスないかもしんねえし。面白そうじゃん、ファイナルファイト状態だし。10対2ならなんとかなるっしょ。え、アホ、お前になんて勝手に俺入れてんじゃねえよ。やりまして、帰りますから。おい四吉。うい。死なねえ程度にやる。うい。ビン。京介。ビン。あっ。よし唐沢、行くぞ。え、何を？ダッシュで逃げろ。あれは多分ボスだ。やめとこう。ちょ、あ、やろう。どうします。まあいい、ほっとけ。どうやってやってんだよ。ちょいちょい、おい、やろう。どうやって、どうやって。なんなんだよもう。逃げるなら最初からふっかけんなよな。悪かったな、迷惑かけて。でもあいつについていくならお前も魂売った方がいいぞ。俺には無理だったから気ぃつけろよ。もう会うことはねえだろうけど、元気でな唐沢。なんだよあいつ。おう、やっぱ悪いやつじゃねえじゃん。